こんにちは、イレナです。タックです。今日はタックンが一日ニコちゃんを見といてくれるので、ママは美容室に行ってきます。イクメン目指して頑張るぞ笑いちゃん今ね、ニコちゃん寝とったけど俺らの挨拶が起きたんで連れてこようかしら。おはよう、おはよう、みんな行ってらっしゃい。行ってきます。みっちゃん、幼稚警備員頼むね。おはよう。おはよう。みーちゃん、二人でお留守番成功させるぞ。頑張ります。何しよっか今日は。いろいろ考えたんだけどね、とりあえず普通に育児を全うできるかっていうのが僕のミッションですけれども、今時間が11時ですね。まだ朝ごはんニコちゃん食べてないので、今から朝ごはんにしようかしらね。ではね、離乳食作っていこうと思います。作っていこうと思うって言っても、いつもユリナは冷凍して保存してくれてる離乳食をあげてるんですけど、今日はねキューピーベビーフードを使っていこうと思います。このキューピーベビーフードっていうのはもう本当に簡単で、お出かけの時はこのままねスプーンだけ持ってって瓶のままあげたりもできるし、でお家ではね、まあ、今日みたいな日にはお皿に出してチンして温かい状態でご飯を食べれるっていう優れものですね。一つだいたい100円ぐらいで売ってます。はい、ではね作っていきますね。この2つですね、このかわいいお皿にこの瓶のフードを入れていきます。ねえみっちゃん待ってね、お腹すいたよね。こんな感じでペースト状のご飯が入ってますので、これをお皿に移していきます。はい、こんな感じで入ってます。ご飯食べるときやっぱ飲み物欲しいよね。ってことでこのねストロー付きコップ、これこぼれないんですけど、これに常備してる麦茶を入れていきます。いくよ、にっちゃん待ってくけんね超笑顔。にっちゃん、ご飯だよ、ご飯だよ、ご飯食べようね、一緒に。いただきまーす。イエーイその前にスタイを忘れてた。はい、みーちゃん、あーい、うぃー、おいしいねはい、みんなに自分で飲める高めしてあげてくれるかな。お、すごい、自分で持てる、自分で飲めるね。あら、違うよね、それ見せたいんじゃないよね自分で飲める、上手上手。かぼちゃ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 かぼかぼ、最後の一口が、おいしいね。おいしい、それごちそうさま。しおるもう、あーしおるった、ごめん、ごちそうさまでした。ちょっと今トイレ行こうと思ったんだけどさ、いつもママトイレ行くときどこで待っと、どうしよう、ママトイレ行かんのかね。一人になるじゃん、にっちゃんが。どうやってどうやって行こうかな。トイレ行ってくるよ、一瞬で行ってくるけんね。にっちゃん、にっちゃん、にっちゃん、トイレ、にっちゃん、にっちゃん、行くよ、にっちゃん、トイレ、しました。大変でした、トイレ待っててくれてありがとう。おむつ替えてくよ。はい、みーちゃん、ちょ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 待って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 、今日のみこちゃんの洋服はベッドジブか。いいね、疲れきやね。このお尻たまりません。
ただきます。育児しながら自分のことするって結構大変だなって今にっちゃん見にはいけんし、でも自分も美味しいご飯食べたいしっていうので、そんな味わってる暇もないねえ、にーちゃん味わってる暇もなくて、マジそそそそってそって食べました。立つ立ちました、立ちました。目がシパシパしてきましたので、ミルクを作りたいと思います。今まではもう熱湯だけで作りよったんですけど、最近ねユレナのお友達からいい情報を聞きまして、熱湯プラスこのね水、お水、赤ちゃんのお水を使ってミルクを作っていくと時短できるよということで、こちらをね使って今から作っていこうと思います。朝ごはんあげて、洗い物して、掃除機かけて、洗濯もなんかまだできてないんです。どうやってるの世の中の主婦さん。もう二人で遊びながら疲れたのかな、寝てくれました。りっちゃん久々にね、感謝を込めてお花をりっちゃんと買いに行こうかなと思います。でね、手紙も今から書こうかな。その前に洗濯しよう。やってきました、外川に。お花買いたい、お花ね。ママ喜ぶかね。やってきました、姉さん。ママもね、今美容室終わったって言ってたんで、それまでパパと頑張ろうね。パパって言って、パパって言ってごらん、パパって言ってごらん、パパって言ってごらん、パパー、兄ちゃん、この人数分買ってきたよ。お二人さん、ちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ちょっと広くしてきました。兄ちゃんが手紙書いた？どうぞ。はい、ありがとう兄
一日にっちゃんをパパ一人で育児してみたんですけども、いやー大変だった。どうだった、にっちゃん、ご機嫌だった？にっちゃんはね、結構ご機嫌でいてくれたんだけどね、やっぱね、ママすごい、世の中のママみんなすごい、みんな、ね、でまあ、特にね、やっぱ日々感謝というか、ね、家事やろうと思っても煮込みにはいけんし、煮込みにはいけんけど家事もやらにはいけんし、なんならゆりなはね、いつもピアスとか作ったりとか、いろんなね情報発信したりとかで、いつ休んでるのって感じ。じゃけんね、今日はお手紙とこう花っていう形でね、返しが少しでもできたらいいなと思ったんですけど、世の中のパパ、私も含めですけど、全然努力が足りません。ということですね。まあ本当に今日一日見ただけじゃね、育児のね、命にもなってないかなと思うんですけど、日々これからも感謝の気持ちでやっていこうと思います。今日の動画がいいねと思っていただけましたら、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしてもらえると本当に励みになります。嬉しいです。また次回の動画もよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。